こういうの本当初めて見る。アメリカでも見たことないし、海外でも見たことなく。今回のピュアジャパンエイジャーは Wow, that's really, really good. 日本のフルーツ王国熊本を徹底調査。地元のフルーツを使った大人気のスイーツや、とっても貴重で珍しいフルーツを大発見。世界中でここだけです。My name is Bobby Judo and I've been living and working here in Kyushu for the last 9 years. 今回は僕が日本でもとっても美味しいフルーツがたくさん取れる熊本へやってまいりました。今回熊本を調査するのは、日本でタレントとして活躍するアメリカ人のボビー・ジュード。熊本っていい街ですよね。歴史も買い物もグルメも楽しみどころ満載です。そしてなんて言ってもシンガポールにとっても近いです。さすが日本が大好きなボビー。面白い情報をゲットしてね。皆さんこんにちは、ナビゲーターのココロです。アジアに近い熊本県は連泊がおすすめの見どころ満載の地域。日本三大名城熊本城の城下町として栄え、歴史と近代文明が見事に融合した美しい街並み、それと美味しいグルメが盛りだくさんで見どころ満載の観光地なんです。まず今回調査したいのは熊本産のフルーツ。熊本はスイカ、メロンやみかんなどを日本を代表するフルーツの大産地なんです。世界でも有数の規模を誇る阿蘇のカルデラ。熊本は自然豊かな大地を持つ日本トップクラスの農産地でもあるんです。ということで、まず熊本産の絶品フルーツを使った美味しいスイーツを食べに行ってみよう。いいね、本当おしゃれな空間。文房具とか本とか雑誌とか雑貨とかいっぱいあって、こういうなんかお店とカフェが一つのスペースになってるっていうのすごく好き。自分の好きな本とか好みの小物を探してから楽しい気持ちになってからここでゆっくりできるっていうのがめちゃくちゃいいんじゃないですか。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。わあ、全部美味しそうですね。よかったら店内ご案内いたします。今日ちょっとフルーツを探しに来てるけど、はい、美味しいフルーツとか置いてたりしますか。はい、置いてます。はい、地元の女性に大人気のカフェ&ブックビブリオ。熊本産の旬なフルーツを使ったデザートを楽しめます。楽しみ、何が来るかちょっとわからないけど。実はこの後、日本通のボビーでさえも知らなかったとっても珍しいフルーツの存在を知ることに。お待たせしました。あ、わお、もうフルーツたっぷりボリューミーですね。はい、これ何のデザートですか。熊本産の梨やいちご、キウイなどを使っています。ジャムにもみかんを使っています。 Looks so good。 めっちゃ美味しそうですね。ありがとうございます。人気なメニューですか。はい、やっぱりパンケーキが一番お店で人気です。日本で一番の生産高、熊本のみかんを煮込んで作ったコンフィチュールソースをかけていただきます。おお、結構もっちりしてますね。はい、食べてしまうのがもったいないぐらい綺麗ですよね。いただきます。Wow, that's really, really good. The fruit's sweet, but not too sweet. The ice cream and the cream, just a perfect, perfect balance. いや、本当にデリシャスですよね。ありがとうございます。今梨を食べましたが、梨のシャキシャキ感、水分とパンケーキのもっちり感がもう相性抜群じゃないですか。じゃあちょっと欲張りました。一口サイズじゃないですよねこれは。いちごもキウイも、うん、甘い。フルーツが甘くてめっちゃ美味しいですね。もう口の中がパーティーなんですよ。めっちゃ美味しい。ちなみにこの熊本産のフルーツの中でも一番好きなフルーツとか一番おすすめなフルーツってありますか。はい、実は熊本では世界で熊本でしか作っていない可愛いハートの形をしたスイカがあるんですよ。
ハートの形のスイカ。はい。Really? ハートです。あの普通こんな形をしてるスイカが、丸いスイカがハートなんです。はい、ハート。はい。え、本当にあるの？あります。ならなそうだけどね、ハートに。情報によると、サムライ81という会社がハートのスイカを作っているとのこと。刀でハートの形に切っているのかも。ボビー、気をつけて。熊本を代表する農産物のスイカ、普通はこのように丸い形をしているんですが、果たしてハートの形のスイカとは？気になる。ここかな。あ、間違いなくここです。サムライ81って書いてあります。あ、こんにちは。こんにちは。すいません、こんにちは。こんにちは。日本調査隊のボビーと言いますが、はい、ちょっと時間大丈夫ですか？あ、よろしいですよ。こちらサムライ81ってどういった会社ですか？はい、あの日本の、農作物を世界に広める仕事をしております。世界にですね。はい、そうなんです。サムライ81とは、野菜や果物など生産者が一生懸命育てた日本の農作物の美味しさを世界中の人々に味わってもらおうと海外に輸出してる会社なんです。本当に、はい、Really にハートの形をするスイカなんですか？はい、本当にハートの形をしています。なんでハートにしようと思ったんですか？それはですね、やはりハートというのはやはりまあ見た目も可愛いですし、またその言葉を必要とせずに、やはり皆さんが見ただけで幸せになれるんでですね。いいですね、はい、あれ本当なんかスイートでナイスですね。ということで、ボビーはハートのスイカを作っているハウスへ。ついに見られるのかな？はい、どうぞ。お邪魔します。はい。わ、真緑ですね、この中。わー、ハウスの中本当すごいですよね。そうですね、こちら全部スイカなんですよ。広くてあったかくて、よいしょ、スイカの実もなってます。なってますよ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの方がハートのスイカを作っているという農家の木村さんです。お、見えた。ちょっと今見えた。ここ普通のスイカなんですが、ここにハート形になっているプラスチック、あ、重いですね。はい、約2キロ以上ありますね。ほんとかわいい。こうやって見ると分かりやすいですよね。箱の中もハートで、最初入れるときはどうなってるんですか？普通のこのくらいのスイカです。じゃあ丸のこれぐらいの丸いスイカを入れて、だん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 ハートになって、はい、だから成長するとともにこの形になっているんです。こういうのほんと初めて見る。アメリカでも見たことないし、海外でも見たことなく、世界中でここだけです。そうです、はい、これを作れるのは木村さんだけ。世界で木村さんしかいないんです。収穫の日が近づくと、同じつるについている他のスイカを取って、ハートスイカが最適な大きさになるようにコントロールするのがとても難しいんだそうです。取れます。あー、本当だ。めっちゃキュートですね。ありがとうございます。もうこうやって見るとちゃんと下もとんがってるし、上もちゃんと丸くなってるから、まあドキッドキッときますよね。そうですね。見るだけで、はい、これ綺麗にハートにはなってるんですけど、はい、ならないものもあるでしょ？あります。大きすぎて割れるんです、この枠が。え、スイカじゃなくて、ケースが割れる。割れます。スイカって力持ちですね。力ありますね。成功する方法が分かったきっかけってありました？この枠にもうパンパンっていうか、はい、いっぱいになって長く置いた場合食べれなくなってしまうんです。大きくなくなるんですか？中がですね、ちょっとなんか異常になって食べれないんです、はい、だけど圧力がかかってもで、はい、そのストレスで中が食べれなくなるのかなということは分かりました。ハートスイカの糖度は普通の丸いスイカと同じ12度。とっても甘いんだって。真ん中あたりを、はい、おお、This is pretty cool。 みずみずしいですね。 Beautiful, beautiful ハートの断面です。This is a work of art。 初めて見る。 I've never seen anything like this。 It's just cute。 いや、誰かにね、大事な人にあげたくなりますよね。ああ、もうスイカの甘い香り、これ絶対美味しいですよね。しかもジューシーですね。この下あたりで
水分がもうちょっとしたら足りそうですよね。このシャキッとする音もなんかいいですよね。おお、いただきます。うん、うん、ジューシーでスイートで This is fantastic. You'd think you'd sacrifice some flavor to make it this shape, but not at all. 最初からこういうのは美味しくできてたんですか？はい、最初に作った1個はこのように美味しかったんです。あ、そうなんですか、うん、その後に失敗してから、はい、これが食べれないって分かったんで。でこの味になるようになんか特に特別なことしましたか？品種をいろいろしたんです、はい、スイカの品種をですね、はい、でやっぱりこれが一番この形にされても、うん、ちゃんと美味しさが保つ品種、はいはい、だったんです。これがでこんなハートの形の、はいはい、シンガポールにも行くんですか？はい、シンガポールにも、はい、行く予定です、うん、そうです。どうやってそこまで出してるんですか？そうですね、沖縄 の、 ハブセンターを通じてですね、はい、送りますので、まあ、例えば今日送れば、うん、明日の早朝にはシンガポールに到着する予定です。そんな早い？早いです。めっちゃファストですね。はい、もうもぎたての美味しいスイカの味をそのままシンガポールまでお届けします。そのフレッシュさをお届けできるように、はい、いいですね。世界のいろんな人が驚くでしょう、これ。しかも美味しいし、本当熊本の自慢ですね。ありがとうございます。こんなに可愛いスイカに出会えるなんて、ボビーグッジョブ。いや、おかげさまで世界中で広めたい熊本が見つけました。本当にハートスイカ。 If you have the chance, definitely check it out. Your wish is here, Japan Mall Asia.